人立てり。クライブ、お前の顔を見て安心する日が来るとは。みんな無事でよかった。お前たちこそ大丈夫だったか。ああ、なんともない。待ってたぜ。もしかしてあれが？ええ。ようやく弟を紹介できる。ジョシアだ。クライブから話は聞いてる。しつこいくらいにさ。私はミド。よろしくな、ジョシア。よろしく。な、ああ、ジョシュア。おじさん。よく生きて。よかった。本当によかった。統率されたアカシアが。ああ、そう見えた。いつもみたいに理性をなくして手当たり次第に襲いかかってくるのとは違う感じだった。ここに来る前に何度かやり合ったが、確かにガブ君の言う通りだ。何者かの指揮のもとに動いておるようだった。アルテマと思うか。なんとも。町の人たちは無事なの？死んだ、たくさん。だが何人かは商人街を抜けた先にある議事堂に立てこもってる。あとは川向こうの商人の屋敷にも隠れてるはずだ。アカシアは疲れを知らない。このままじゃいずれ奴らの餌食だ。生き残ってる人たちだけでも助けたい。僕も手伝う。二手に分かれよう。俺は議事堂へ向かう。お前は屋敷の方に。ジル、ジョシアと頼む。分かった。私たちは裏手から回りましょう。ああ。わしらは。ミド、船は出せるか？まだだ。ちょっとミスリル機関の調整に手こずってる。急いでくれ。うまく救出できても陸路で逃げ切るのは難しい。了解、やってみるよ。おじさんたちはミドを頼みます。うん、よかろう。任せとけ。バイロン、ガブ、行くよ。バイロン様だ、バカ娘は。行こうか。あなたはクライブをお願いね。気をつけろよ、二人とも。兄さんも。トルガル、いいか、議事堂へ向かうぞ。
昔あの兵に王族、何の目的でこの町を。無事を祈るしかない。ここか。
聞ける。誰が騒いでいるのかと思えば、あなたの到着をお待ちしてましたよ、ミュートス。その声、ロザリス城の地下で聞いた。ウォールードの兵士だな。この町のアカシアは貴様らの仕業か。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我謎という人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。何？そしてこの町にはもう彼ら以外は存在しない。貴様なんてこと。いいでしょう。あなたとはぜひ一度戦ってみたいと思っていたのです。大義の糧となるのであれば必ずやバルナバス様もお許しくだされ。我が名はスレイプニル・ハールバルス。いざ尋常に。さあミュートス、全力でお相手願いますよ。気を出していただかないと戦う意味がありません。火をつける何かが必要です。バルナバス様より授かりし豪壮グングニル、この槍見切れますか。その息です。
せよ。バルナバス様、兄さん、クライブ、二人とも無事で。兄さんこそ。残念だけど向こうの屋敷はもうやられていた。こちらも遅かったようだ。戻ってガブに伝えよう。どうした？いや、何も。何が？そうせくな、ミュートス。バルナバスを。さよう。我が名はバルナバス・ザルム。ウォールド王国の国王である。下がってろ。スレイプニングをほふったその腕、多少は期待していたのだがな。だが内なる力は確か。ミュトスであることに疑いはない。なぜ俺をミュトスと呼ぶ？ミュトスとは世界の礎、創世の握りに神を迎えるべき器だ。器？ジョシアの言う通り、アルテマは俺の体を。何をする気かは知らんが、そう簡単にやるわけにはいかない。俺にはまだなすべきことがある。だから神だろうが邪魔はさせない。自我を歌い人であることに固執するか。やはり御方のおっしゃる通り、
その思念を断ち切るほかないよ。いくら召喚獣の力を与えられようと、それではな。大丈夫なのか。フェニックスの力は傷を治すことしかできない。あとは兄さんの気力次第だ。それにしても驚いた。こんなところで船を作ってたとは。さながら隠し港だ。あの船は機密の塊だからね。こっそりやらないと役人どもがうるさいんだ。おかえり。様子はどうだ。まだ起きんか。命があるだけよしとすべきだが、戻ってきた時はもうダメかと。いえ、兄さんは全身の筋を狙って切られていました。あえて殺さずにいたとしか思えません。まさか、そんなことは。ロゼフィールド卿、預かります。申し訳ありません。駒遣いのようなことまで。ああ、何これくらいしか役に立てんからな。わしに構うことはない。そんなことは。俺たちの隠れ家だけじゃなくて、あれの建造にも多大な資金援助を。感謝しきれませんよ。ただの小娘にここまでしてくれるなんてさ。あんたたちみんな変わってるよ。お人よしなんだろうな。クライブ兄さん、気がついたか。多くの人を救いたい。きっとそれだけなんだ。それはシドの、君の父さんの願いでもある。そうだな。心配かけやがって。奴らは、町のアカシアたちは姿を消した。アインヘリアルも港を出た。バルナバスもそこだろう。クライブ、ジルが戻ってきてない。
何があった？あんたを逃がすために盾になったって。大丈夫だ、ジルは生きてる。僕もそう思うよ。シヴァのエーテルは未だ途切れていないから。アインヘリアルを追う。ジルはきっとヤツのところだ。そんなこと言っても船はまだ動かせないぞ。急いではいるけど、ミスリル機関の出力に部品の方が耐えられないんだ。何か手はないのか？あ、そうだ、父さんも設計の段階で気づいてたはず。なら必要な部品も。ずいぶん前になるが、壊された隠れ家から物資を回収した。持ち帰ってからはオットーが管理してる。もしかしたら手がかりくらいはあるかもしれねえ。俺が行ってこよう。みんなはミドと出航の用意を頼む。何をしとる、まだ寝ていなければ。支度が終わればそうしますよ。